はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、ダイヤのエースアクト2のコラボガチャですね。今回はこちらを引いていきたいと思います。ダイヤのエースのアクト2のキャラがデビューキャラとして登場してます。みゆきは多分3年の時のみゆきなので不動の4番みゆきですね。あとゆい少年 と、奥村が来てます。この人たちは基本みんなキャッチャーだね。だから60連目で一応 SR 選択権保守おまけみたいなのも、もらえるようになってます。70連目でバナー PSR、確定してます。でこちらはリセットガチャになってますので、前半と後半で、同じ内容のガチャが、来るので、まあ、一応後半戦も引いていこうとは思います。まあ、一応ちょっと一押しキャラ見てみますか。まず奥村ですね。肩上限アップを持ってて、保守なら球界の頭脳バズーカ、独身術めっちゃ選べんな。で保守以外か、保守以外だと独身術魔術師、保守の場合はバズーカか球界の頭脳を選べるといったようなところになってます。で優衣少年は補給上限アップ、で投手一応二刀流あるんだ。で、野手だと牛若丸広角砲どっちか、まあ、優衣少年はあれだね、保守に特化してるっていう感じではないね、特能的には金徳ね。で、みゆきに関しては守備上限アップで広角砲、野手ならレベル20以上で肩、練習時取得時の経験点を、あ、肩骨ってことね。広角砲だけかな、広角砲だけっぽいね。なるほど、 OK です。まあそんな感じになってます。で70連目のバナー PSR まで引いていきましょう。とりあえず単ガチャ1回目は、バナー PR 以上が出ますのでこれは引いていきます。まあ、新青銅高校はね、例によって全く分かんないです。もう最近の高校はやってないんで完全にもうシステムが分からないですね。とりあえずガチャ引いたらやってみようかなっていう感じです。じゃあ10連目、ここは SR キャラです。まあ、バナーが出るかは分からない。あと沢村とかね、フリアとか、まあ、みゆきもそうですけど旧バージョンで、おお、よし、とりあえず限定キャラが出てくれるのは嬉しい。旧バージョンでね解放できるキャラもいるんで、それはそれでもうこれはぶっ込んでいった方がいいよね。めちゃくちゃ芯ばっかだな。ちょっと見てみますか、奥村。まずそもそも練習、肩と守備、肩守備かで、試合経験点ボーナス10でしょ。で35で得意練習率アップと、固有狼小僧臨床ボーナスがあるんだね。で練習効果20で、タックは50で、タックボーナスがついてないんで、まあ基礎ボーナスの臨床ボーナスとやる気効果で、まあ、ちょっと経験点は底上げできる。まあ、そもそも45になると練習効果アップ20がつくんで、これは45で使いたいですね、ぜひとも。まあ、50になって何がつくのかって言われるとちょっと分かんない。このテーブル、最近のテーブルちょっと分かんないんだよね、すぐ浮かんでこない。まあ、一応奥村は手に入れましたと。では20連目はバナーですね。バナーなので3人のうちどれか。まあ、何枚入ってるか、2枚、みゆき、奥村の PR。 そう、 PR もねどれだけ稼げるかっていうのも、能見さんね、昔やっぱすげー使ってたけどね、今もう下火になっちゃったよね、完全下火になったよね。じゃあちょっとみゆきも見ていきましょう。そもそもみゆきは守備筋力、
みゆきってなんかそんなにさ筋力があるイメージではないけど、まあ一応4番座ってますからね、聖堂ので、肩骨がだから3あって、守備上限があって、狙い撃ち、やる気効果と試合経験点ボーナス、練習効果アップ20が35でついて、タックは60、タックは60、骨イベントボーナス120。ほんとわかんねえわ。ちょっと新しいテーブルとか一回整理した方が良さそうだなっていうような。ホモテがどうなった、ホモテが多分練習効果20とかつくようになったんだよね、多分だけど。じゃあ次へ進んでいきましょう。で30連目、ここは、バナーイベキャラのみ出現で PR 以上が確定と。ここで何枚入ってるかだよね、 SR が入ってなさそう。特に期待はできない、全く。まあ、解放用、いやいや全くないね、全く R ばっかだね。見事なまでにさ、最初の1枚だけ PR であと全部 R っていう。30連目で虹玉が何個か入ってると熱いよね。まあ俺はなかったけど、後半戦にかけよう。で40連目と50連目はバナー SR。 まあ、このリセットガチャはね、前半後半両方やるとそれなりにやっぱり解放できるんで。全部来たか、あとはどれかに偏ってくれると結構解放が大きい。3キャラだとね、まばらに出ちゃうとちょっとどれも微妙な感じになっちゃうんですけど、ゆい少年見ていこう。メンタルと筋力、やる気効果100があって精神ボーナスがついてるね。でタックボーナスと精神ボーナス、固有でタックボーナスと基礎ボーナスがつくのは本当に強いと思う。で試合経験点ボーナスが45。あ、これはあれか、いわゆるやる気デッキかな、わかんない。やる気がついて、基礎経験点4がついて、で45で試合経験点ボーナスです。あ、コツ見てなかったね、そういえば。ゆい少年パワーヒッターあんの、そんなイメージはないんだけどな、まあいいやっていう感じです。じゃあ50連目に行きます。ここもバナー SR なんで、あとは誰を解放していけるか。ゆい少年、お、聖堂キャラ結構出てるね。じゃあ60連、ここおまけ付き、あ、そっか、おまけももらえるんだ。でただの SR、バナーが出てくれれば嬉しいけど、一応選択権はだから、まあ誰を解放できるかだよね。また1枚しか入ってない。まあそうだよね、別に2倍になってるわけじゃないんで。マグロに関してはもうすでに PSR プラゴなんでいらない、むしろ PSR 余ってるからね、マグロに関しては。ただここ PR が3枚出てくれたんで、それはまあ収穫はありかな。では70連目、ここはバナー PSR になってます。誰が出るか、ま、演出的にはねもう確定してるんで熱い感じにはならないけど。2個、みゆきからの血が、じゃあちょっとみゆきを見ていきますか。レベル50、精神ボーナス6、あ、いいね。精神ボーナスだっていきなりついてないところからいきなりつくのはかなりでかいよね。やっぱさ50になった時に
いいボーナスがつくかどうかってめっちゃ重要だよね。初期の頃のさ、表デッキとかも大して意味ないからね、50にしても。まあなるべくだったらね、まあ、タックのパーセンテージが上がるか、そもそも何にもないものがいきなりつくかっていうのがいいとは思います。こっち見よう。結構金徳持ってんな。9回の図のストライク速球、不動の4番、意外性、チャンス20倍といった感じです。パワー A あるんだ、めちゃ強えなという感じでした。じゃあちょっと、まあ、サクセスの方もやっていきたいと思いますので、ガチャはこれで終了したいと思います。後半の方も、引いていきますので、まあ、後半が来たら、また引いていきます。結構辛いけどね、この前半後半は石の数的に。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。